She was living on couches that belonged to her friends. She would sleep with her feet in the shins, hanging over the end. そうそう、寿司が暑いから汗汗してしまうわ。一気に秋が来たような気がしますね。それではまあご飯食べていきましょう。今日は酒の方です。満足寿司屋や飲みます。この間海鮮寿司に着きました。 あれは寿司がまあ、つるんじゃなくて、注文したやつは、冷蔵庫でピューンって行くんですよね。で、嬉しいことに、チャリコマがあるんですよ、チャリコマ。ご飯が少ないで。もうなんか、もう下がね、ないから、大きな食べ物がなかなか食べにくかったんですけど、ああいう風に作りたらね、うまくいきますね。うん。 ここで食べてるのは、これが15歳。で、Kが30歳か、倍食べてるんで、倍以下食べてるので、思わず白鳳を思い出しました。白鳳。隣の子の小さい子たちに、お前は白鳳かって言ったんですけど、ノズリちゃんに、しばかれますから。言いません。<笑>コロッケいきます。 思い出した。昨日ね、フルサーセブンの動画を見たんですけども、メソロンセイジンか。メソロンセイジンにフルサーセブンがザンさんが来てやっつけるんですけど、あれはちょっと名作ですよね。音声、画像、すごいですよね。これは麻婆豆腐です。 セルフに出てくるあの乗用車、なんて言えばいいっけな、あ、ポインターだ、ポインターがかっこいいなと思ってね、あれはよかったな。 そんな気の好きな心を持った俺は、 あれはそういう人だったですね。 怖いんですよ、すごく。で、かまぼこの板に神様って書いて、庭の土のところに刺して、毎朝拝むんですよ。どうぞ怪獣取れませんようにっていうわけないんですけども、頼んどきは一生懸命だな、必死こいだよ。 まあ、そんなことないで、常に恐怖を抱いていたんですよ。いつ怪獣が現れるのかな、どこに来るんだろう、どんな格好をしてるんだとかね、もう、アンテナ張りまくりで、
少しでも下げようと思ってやったんですけどもね、出てこなかったです。んで、変わってね、小学校6年生の時から親に頼んでプランターを買ってもらったんですよ。そこに資料を入れて、そこにもかまぼこの下に神様って書いてる番付です。これ何かというと、ノストラダムスの大予言で1999年に人類は絶滅するっていう予言があって、こうなる怖くてしょうがないじゃん。じゃあそこにお前がさ、拝んでいってきますって言った時は、変わったやつって言えば変わったやつですよね。でもあの恐怖はそうじゃん。普通にこの間買い物行ったんですよ。買い物行って帰ろうとした時に、車の前を男の人が通過したんですよ。夜の9時ぐらいかな、直売の時間だったんで、なんか安いもの買おうと思って行ったんですけどもね。で、ついにね、そしたら聞いた、今の人、周りに雪が降ってるって言うんですよね。大丈夫かな、俺って言ったんですけど、雪なんか見えないんですよ。何やったの、やばい。筋肉がなんか痛むんですよね。そうなるとね、もう歩けなくなるんですよ。手が見た雪は男の人の周りからバーッと降るんですけども、色は透明で向こうまで見えるような写真みたいだったです。ここには全然見えなかったけどな。このね、麻婆豆腐は本場の中国で食べてみたいと思います。ご飯と麻婆豆腐買ってご飯の上にぶっかけて食べてみたいですね。話してたのに、そしたら先輩が一人入ってきて、もうお前らそこの生活になってきたかって言うんですよね。で、いきなりこうバカバカってしたら頭の毛がバーってなくなっちゃって、すっばけなんですよ。要はカツラですよね。カツラバシバシですよ、見て。で、その先輩ブラシでカツラをこう溶け始めたんです。うわ、すごいね、この人なんだよとか思ってびっくりしましたよね。その先輩は、それはいいことだって言いながら、柱をブラッシングして、パキンパキンパキンってはめて、じゃあ頑張れよ、頑張れよって言って、返していたんですけど、その同期の連中、何今のは怖いぞ、あれ。ちょっとミイラっぽくないか。うん。それはちょっとびっくりしましたね。柱って。まあ、それ俺も人のこと言えないですけどね。うまいぞ、これは。これで、ポテチさんね、いつ作ってもうまいでしょうね。
嬉しいですよね。これね、ネマクラゲとして商品として売ってるんですよ。これね、白菜がうまい。今は時期が悪いのかな、温泉にも行きたいんですけどね。これだけ感染者が増えるということは、そう強いウイルスなんでしょうね。最後にご紹介いただくのは、ぜひのようなものですね。名前は、ハウゾクだけ。アミューズミントミント。他の人、まあ、食べてみましょう。あ、いちごの風味がして、うまいよ。アメダコ。これね、フルーツを重ねたような感じですね。ちょっと甘みを抜いて。甘いもの好きなのは中学校ぐらいですけどね、それまでは甘いもの大好きでプリンとかも好きだったけどね。今は辛そうになってるかな。うまいもんはうまいですよね。それからもう、ちびちびと飯の方がやりたいと思います。それでは今日も、ありがとうございました。ごちそうさまです。